どうもドライトです。以前に紹介したヤンアカウントからマイクロソフトアカウントへの移行について紹介いたしましたが、ついに自分のアカウントも移行ができるようになりました。ということで今回はアカウントの移行方法について紹介いたします。まず Java 版のマイクラのランチャーを起動すると、いきなりデカデカとこちらの画面が出てきます。これが移行の合図となります。すべて英語ですので何が何だかわからないかと思います。ある程度翻訳すると、マイクロソフトアカウントへの移行の準備はできていますか？アカウントのセキュリティとプレイヤーの安全性を高めるために、モヤンのすべてのアカウントをマイクロソフトアカウントに移行していますという感じの内容で、移行が完了すれば特別なマントがもらえます。要約すればこんな感じです。そして緑色のボタンの Get Started をクリックします。次にログイン画面になります。これはモヤンアカウントを入力します。登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインをクリックすれば、移行の準備画面となります。下へスクロールすれば自分のモヤンアカウントの情報が表示されます。ここは特にクリックすることはありません。一番上にスクロールして5つの項目があると思います。こちらを翻訳すると、1メールアドレスの確認、2マイクロソフトアカウントを設定する、3 Xbox プロフィールの設定、4アカウントをリンク、5 Java 版マインクラフトをプレイという流れになっています。これを確認したら Move My アカウントをクリックします。次にこちらの画面になります。こちらを簡単に説明すると、本人確認をするためにモヤンアカウントに登録している E メール宛に確認コードを送信するという内容です。緑色の Get コードをクリックすると、このようにコードを入力する画面へ行きます。ここでメールに確認コードが来ているので、メールにある7文字の英数字の確認コードをここに入力します。そして Submit & Start Migration をクリックすると、次はマイクロソフトアカウントの画面へ行きます。すでにアカウントを持っている方はこの時点でアカウントのメールアドレスが表示されています。ここにあるアカウントとは違う場合や、まだ持っていない方は別のアカウントを入力したり新しく作りましょう。そしてアカウントを選択してアカウントのパスワードを入力します。サインインを選択したらこの画面へ行きます。真ん中の緑のコンプリートムーブボタンを押すと、モヤンアカウントをマイクロソフトアカウントに移行が決定します。ここはファイナルアンサー的な感じだと思ったらいいですね。ゲーマータグのところがメインアカウントのゲーマータグなのかをちゃんと確認してコンプリートムーブボタンを押せば、これでアカウント移行の完了です。お疲れ様です。 Java 版でのネームタグが上になり、下が統合版のネームタグになります。あとはこの画面は閉じても大丈夫です。そしてマイクラのランチャーを開くと、このようにログイン画面になります。ここでモヤンアカウントを入力してもログインはできません。すでにマイクロソフトアカウントに移行したので、そちらを使います。ただここで入力してもダメなので、下の戻るボタンを押します。するとアカウント情報が出てきます。この時に先ほど移行したマイクロソフトアカウントがあれば、そのアカウントのところをクリックします。ない場合はアカウントを追加を押します。アカウントの追加を押すと、マイクロソフトログインかモヤンログインを選ぶ画面になるので、マイクロソフトログインをクリックします。そしてマイクロソフトアカウントのサインインはこれでいいか聞かれます。合っていればレッツゴーをクリックして、間違っていればサインインウィズアディフェレントアカウントで別のアカウントに切り替えましょう。そしてレッツゴーをクリックすると、これでマイクロソフトアカウントに移行し、 Java 版のマイクラを遊ぶことができます。以上がアカウントの移行方法です。ということで、モヤンアカウントからマイクロソフトアカウントへの移行について紹介いたしました。こちらのアカウント移行は必ず行ってください。アカウント移行を行わないと、モヤンアカウントは閉じられてしまい、Java 版のマイクラができなくなる可能性があります。移行期間はいつまでかわかりませんが、なるべく早めに移行することをお勧めします。なお、アカウント移行をするときは、必ずマイクラのランチャーから始めてください。メールや他のウェブサイトなどから通知が来た場合は、おそらく詐欺の可能性が高いので、移行方法を間違えないようにしましょう。以上、アカウントの移行方法について紹介いたしました。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。